スピーチに入りたいと思います。はじめに犬山市民の渡辺昭義さんスピーチをいただきます。よろしくお願いします。はい、どうも皆さんこんにちは。国会は大荒れに荒れまして、共謀罪をですね、不当な採決によって強行するということがなされました。私は犬山の戦争廃止犬山連絡会の事務局をしております渡辺であります。私たちは一昨年の9月に強行された安保法制、いわゆる戦争法可決以来、毎月19日にこの場で集会を行い、城下町をウォークする、さらにはスタンディングアピールを行って、戦争法廃止を訴えてまいりました。そして今回の共謀罪、中間報告という異常な禁じ手を使っての自民公明による法案の強行採決に強い怒りを感じています。秘密保護法、安保法法制、そして共謀罪のすべてが憲法を踏みにじった違憲立法であります。安倍政権はいずれも国会審議不十分のまま、野党と国民の反対を押し切って強行したわけであります。そしてこの3つは全てが海外で戦争する国づくりの道具立てになっております。安倍政権の権力主義的反国民的な政権が性格が一層あらわになりました。政府権力は拡大をし、一方国民の権利を制限するやり方は民主主義そのものの否定であります。秘密保護法、戦争法、共謀法、この3つを揃って廃止し、日本の政治に立憲主義、民主主義、平和主義を取り戻そうではありませんか。皆さん、選挙に勝たなければこの状況は変えられません。昨年の参議院選挙や新潟市選挙などの経験を踏まえ、全国で野党と市民の共闘を成功させ、統一候補を擁立し、自公とその補完勢力を少数に追い込み、安倍政権を打倒しようではありませんか。この6区でも、今司会者の方から話がありましたように、3区で野党と市民をつなぐ市民アクションが結成をされ、今までに春日井や小牧でも集会が行われました。そして今日この犬山の地で開催をするわけであります。皆さん、そのためには犬山でも市民との共同をさらに前進させなければならないと思います。世論を広げることが重大であります。今日はその決意を固める日でもあります。皆さん一緒に頑張りましょう。そして一緒に統一候補を実現されようではさせようではありませんか。今日は犬山の市会議員も参加をしてみえますので、私から紹介をさせていただきます。吉田悦夫議員、政府会の吉田悦夫議員であります。それから日本共産党市議団の岡悟、水野正光、岡村千里の3名の議員も駆けつけていただいております。でさらに後ほど
スピーチをいただきますけれども、元犬山市長の石田義弘さんにも駆けつけていただいております。市民との共闘をさらに大きくし、安倍内閣の支持率が低下をしてきている。これを犬山でもさらに大きくし、お互いに頑張りましょう。どうもありがとうございました。